GNOME システムモニターは GNOME デスクトップ環境でシステムリソースをモニタリングするためのユーティリティアプリケーションである。現在の GNOME システムモニターはプロセス、リソース、ファイルシステムの3つのタブから構成されており、それぞれのタブからシステムリソースの状況をモニタリングできる。このうちプロセスタブでは稼働中のプロセスの状況をプロセス名、 ユーザー、CPU 使用率、メモリ使用量、プロセス ID などとともに一覧表示する。この一覧からは、プロセスを終了したり、プロセスの優先度を変更したりすることができる。リソースタブでは、画面上部から順に、CPU の使用履歴、メモリの使用履歴、ネットワークの通信量の履歴がそれぞれ色分けされて表示される。加えて、ファイルシステムタブでは、 システムにマウントされているファイルシステムが一覧表示され使用状況を確認することができる。GNOME u 勢時 GNOME 優勢時は GNOME に含まれる別のシステムモニタリングアプリケーションで GNOME3.28 のリリースから GNOME に含まれるようになった。優勢時は GNOME システムモニタとは異なり、 パフォーマンスとストレージの2つのタブによって構成される。パフォーマンスタブには CPU の使用率とメモリの使用状況が動的に表示される。また、ストレージタブには現在のストレージ使用率が GNOME システムモニターとは異なった形で表示される。ありがとうございます。